皆さんこんにちは。今回はエドワード・グリーンが誇る究極のダービーブーツ、ゴールウェイのご紹介です。2階サロンからお送りしていますトレーディングポスト YouTube チャンネル、今回ご紹介するのはこちら、エドワード・グリーンのダービーブーツゴールウェイです。ヒラリー・フリーマン氏も大のお気に入りというこのゴールウェイ、エドワード・グリーンを代表するロングセラーレースアップブーツです。なんといっても非常に特徴的なのはこのサイドのパーツの切り返し部分ですね。メーカーではアローヘッドなんて呼んでますけども、この非常に優美な曲線を描いています。で、実はこのサイドの切り返しだけではなく、かかとの部分、こうバックステイというパーツなんですけども、ここがサイドから流れるような非常に美しい曲線を描いています。普通はこの部分も結構まっすぐ作ってしまうことが多いので、これもゴールウェイを象徴するような非常に珍しいディテールになっています。あとはこちら、このレース周りのステッチの部分、こちらもですね、パーツの先ほどのこの優美なカーブとシンクロするかのように微妙な曲線を描いてます。つま先の部分に目をやると、こちらストレートチップのデザインになっているんですが、実はこれ3本のステッチが入っているだけのイミテーションキャップトゥーになってます。ということで、外バネの編み上げブーツ、非常に基本的にはカジュアルなデザインなんですけども、このパーツの切り返しであったりとかステッチの使い方で非常にエレガントで優美な仕上がりになってます。使用しているラストは82番、オーソドックスなラウンドトゥーながらも現代にマッチした非常にエレガントなシルエットです。ソールはこちら、イギリス靴といえばおなじみのダイナイトソールです。ラバーソールならではの耐久性を持ちながら、レザーソール並みのすっきりとした仕上がりです。あとこちらの靴、なんといっても気になるのはこのアッパーに使われている素材ではないでしょうか。こちらユタカーフと呼ばれている片押しの素材を使っています。このユタカーフ、アルザス地方で18世紀から続く老舗のタンナーで作られたものです。で、この革を作るときに9種類のオイルを染み込ませているということで、その栗とかミモザとかいろいろ使っているそうなんですけども、いわゆるオイルレザーというほどではないんですが、やはりちょっとマットでオイリーな仕上がりになってます。これ実際触れてみるとわかるんですが、結構ソフトな風合いなんですけども、案外丈夫な素材でもあったりします。そしてこの四角く押された片押しの模様ですね、これがあの幻のトナカイ川ロシアングレイに似てるなんていう人もいるんですけども、この片押しの模様がゴールウェイの個性をさらに加速しています。こちらレースの部分は表ハトメとフックが半々になってまして、非常に紐が締めやすく実用的な仕様になってます。これトリッカーズのカントリーブーツみたいに全部ハトメだと結構履くのが面倒なんですけど、フックなんでこの辺はちょっと楽に脱ぎ履きできるかなというポイントですね。こちらのゴールウェイ、カラー展開は2色、ユタカーフのダークブラウン、そして同じくユタカーフのネイビーです。通常ですとこうカントリーに振り切ってしまうような外バネのレースアップブーツというディテールながら、エレガントさも感じさせるゴールウェイ、ちょっとトリッカーズみたいなコテコテのカントリー苦手だなという方とか、他の人とは差をつけたいと思われている方、ぜひご検討されてみてはいかがでしょうか。こちらの動画では商品やイベントなどさまざまな情報を発信していきます。チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。ぜひご登録お願いいたします。あと概要欄には公式通販サイトの URL を貼っておきますので、気になった方はぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。